山間部の道路橋に耐閤成功を使用した霊耐閤成功とは、高表面に保護性サビを形成するように設計された低鉄合金工である。耐閤工や建築分野ではコール天工、コル天工とも呼ばれる。リーズメトロポリタン大学の学生寮塗装せずに、そのまま使用してもあまり錆びず、またその錆びが比較的緻密で腐食が内部に進まない鋼材である。 サビの色は茶褐色で相応の美感を持つ。対抗成功は適切な管理をすれば無塗装で使用できるのでメンテナンス費や塗装費を低減できる。しかし表面がサビの色になるためそれが正常なのを知らない一般の人には不安や誤解を招きやすい。そのため人目につく場所に限ってはあえて塗装されることがある。また、 海水は保護性錆層を破壊する CL イオンを含んでいるため、海岸部では対抗成功であっても無塗装で使うことはできない。事実、沖縄県国神村のベノキ川河口にあったベノキ橋の桁は無塗装の対抗成功でできていたが、当初の想定を大きく超える速度で腐食が進み、供用開始から30年を経ずして2009年に崩落した。対抗成功は、 1910年代欧米で本格的に研究され、US スチールによりコルテンの商品名で初めて販売された。日本では富士製鉄で1959年より技術導入の上で販売し、対抗成功の代表的存在となったため、コルテンが普通名称化している。コルテンは銅を2%程度含み、建築物外壁や内陸部の橋梁に用いられる。 米国では、ホッパ車の側面など鉄道車両にも用いられている。特にホッパ車は砂や石炭を運ぶため、擦れて塗料が剥がれやすく、保守に手間がかかるからである。輪っか内い回帰100年記念塔、北方記念館対抗成功の退職性は、表面の錆によって獲得される。対抗成功の基本成分は FECUCRNIP、または、 FECUCRNI である。対抗成功の表面にあるサビ層の下部に CUCRNI が関与する極めて緻密な飛翔室層が形成される。そしてこの飛翔室層がサビの進行を抑制する。使用して2から4年ぐらいすると前述の保護性サビが形成されサビの進行が止まる。福良港津波防災ステーション兵庫県淡路県民局が 南淡路市の福良港に建設した福良港津波防災ステーションの外壁に無塗装の対抗性鋼板が利用されているが、その錆びた外観を心配した周辺住民からの問い合わせが相次ぎ、兵庫県は対抗性鋼板についての説明板を急遽設置した。なお、建物は海岸部に建てられているが、県民局は年に何度か水で洗浄すれば、 潮風の影響は防げると説明している。設計者の遠藤周平と陶器光一はこの建物により第6回日本建築大賞の日本建築家協会賞を受賞している。高橋工業が対抗成功を使用した建築物を手掛けている。梅沢良造は自身のアトリエアイアンハウスと住居、アイアンハウスを全面が対抗成功で構成された設計都市、 データの収集を行っている。商標を登録台登録278,299.52674385。コルテン製品カタログ。新日鉄日本スチールマンスリーボリューム 194. 新日本製鉄。PP1 から6。2015年3月28日閲覧。福く港津波防災ステーションハット AB 株式会社積算から。 ニューススクラップ本来は造船会社だが仙台メディアテークや人望町シアタービルなど造船技術を建築物に応用した工事を請け負っている。大抗成功、アイアンハウス、作品例株式会社、高橋工業、アイロニースペース、梅沢建築構造研究所、梅沢ストラクチュアルエンジニアズ。ありがとうございます。